設定最後に、はい、超爪から炭酸は知ってるけど炭酸泉初めてやった人炭酸泉変更したいと思います。はい、ちょっとこれからシャンプーしてきますね。はい、炭酸泉って知ってますか？炭酸泉ですか？あ、聞いたことあります。聞いたことあります。最近テレビとかで結構特集で、あ、そうですね、なんかもう雑誌で、そう、あ、雑誌で見ました。はい、結構トロジーとかに言うんですけど、メンズの方とか結構今夏とかで年末化してる時期だと思うんですよ。じゃあトリートメントしてくれると好きやすい、小沢さんみたいなと思います。はっきり言って、はっきり言ってちょっと笑っちゃったんですけど、でもそこはちょっと必要性、炭酸性、そうですね、ちょっと気になるっていうか、こう見たときに、これがどういうあれなんだろう。そうなんですよ。なんか前の課長者の人が来てるんですけど、今自分に言ってるのに、穴がちょっといくつか開いてるんですけど、はい、ここから水と二酸化炭素ができた専用の水、お湯を流していって、頭皮につけていって、お湯とはちょっと違うので、微量なんですけど、しっかり吸着していって、5分ぐらいで出たんですね。で、少しマッサージをしていくので、短いタイミングとか、されてるのがあるんですよ。ヘッドスパしたくても、時間がない人とかにおすすめなんですよ。そうなんですけど、実は、なんか持ってない。触られてないただの人でも、メニューが悪いから、シャンプーとかにおすすめするとかもあるんですよ。洗い癖とかのところもしっかり落とせるので、うん、ワックスとかもつけたりしますよね。つけますね。そういうところとかも油分とかが多いので、どうしても詰まっちゃうところとかも落とせるので、今の時期とかもやったりするとおすすめかなと思うんですけど、時間5分くらいでできるので、値段が1500円くらいなんですけど、いかがですか？多分流しの時には地味なんですけど、ちょっとぐる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 回るんで、今言わないといつだっていうのがあって。